で体当たりというのはちょっとつらかったか。あ、そしてブル、うん、あ、はい、あ、なんとは木固め。あ、この辺は、ね、一連の対神取戦でこの辺り意識してるんでしょうか。なんとブル様には明け方め、しかもラリアットを切り返してのリング中央がっちりと決まっています。やはり体格差がありませんのでね、こういった技で先方としてはやっぱりやっていくんでしょう。北斗、そうですね、ラリアット返して明け方めっていうのは割と新しい感じしましたね。ねえ、ご覧のようにリング中央長時間決められていると、足元のブルもかなり苦しくなってきます。さあここで、そして今度はなんとこの大きなブルをジャーマンスープレックスのカウント。割と簡単に投げちゃうからすごいですね。すごいですね。しかしちょっと、ちょっとだいぶ膝も悪いみたいですね。膝痛めてるんですね。やってるのも、ね、という感じでしょうか。大丈夫でしょうか。京子もしかしパワーありますね。あ、すごいですね。うわ、あのブルーはあのスピードでアプローチ。本当にファーファイターですね。ジャックバックブリーカー、ヘリコプタースラムって言うんでしょ。このままね、2周ぐらいしてね、かっこいいですよね。しかしこのブルーを、そうですね、痩せたって言ってもまだかなり大変ですね。京子選手は割とブル選手に対しては本当に普通の方のように持ち上げたりしますよね。そうですよね。いや、これは綺麗に決まっています。ロアメロスペシャル、この表情、苦しそうな表情はブル。そして今度は顎を持って完全に決まってますが、ここで崩れました。本当にパワーがありますね、この京子。テクニック、スピード、パワー、すべて兼ね備えた非常にオールマイティーなレスラーですけども、しかしブル様も今日は取ってもらってはいない。そしてパーン、お約束という感じですか。カーモンチャック見せますね。遠慮を約束という感じですが、そしてブルアザの恐怖の合体ラリアットですけれども、カウントツアー、ちょっと北斗苦しそうな表情です。ああ、アジャと北斗の絡みになりました。ああ、これも、ああ、これつ、そしてこの後ね、日差しのエーマンです。こういう風に来るわけですけれども、これ本当に必ずやるレパートリーになっちゃいますね。見えますよね。すごいパワーですが、豊田選手もこれ何度も振ったでしょ。ありますね。あとずっと前なんですけど、はい、これやられた時にちょうどぶつけられて、コーナーにぶつけて乗せますよね、その時にちょうどあのすねのところが、あの鉄柱が当たっちゃって自分穴開いちゃったんですよ。で、5針ぐらいちょうどベンチのところ穴開いて5針ぐらい縫ったんですよ。すねぶつけちゃって、そうなんです、すごい痛かったですよ。すねぶつけてご飯に穴開いたっつったよね。穴開いたんですよ。あの白いなんか骨骨膜みたいなの見えたの。そんな露骨な話を、痛かったでしょうね。すねなんてちょっと机の角にこっちみたいなだけでもすごい痛い痛いね。鉄柱っていうのは結構すごそうですね。痛いですよ。アジャのあの評価はそういうとこでも足開いてないとダメですね。痛いんだ多分。でもカバーしようがないですよね。本当にデンジャラスな技ですよね。今度はちょっと机に、やはりこの北斗強子組ちょっと試合のペースなかなか自分の方に持っていけない、そういう展開が続いています。リング上ブルとアジャちょっとまだ余裕の表情ですけれども、おっとおっと、そろそろ怒り爆発、デンジャラスクイーンの名に恥じんですね。ファイト後半は期待したいんですけれども、なんか奥さんのしゃべりもうちょっと聞きたいですね、お返し、お返し、
このヌンチャクの開始というところにさ、独特を持って、両者のこの睨み合い。こんな強固にタッチ、おっと、おこれは3人がかりという感じですけれども、そしてここをトップロープからと徹底的に、まあ、これはね反則ですけれども、かなりダメージはあったかと思いきや、ブル様全く動じずのエンズラリアットで返しました。そして連携、しかし、うん、得意のトペレベル差に行こうという強固でしたけれども、これはさすがに見ていたブル、そして飛んだ、いやこの巨漢がトペしてくるわけですからね、もう破壊力十分、2人をまとめて投げ倒しました。さあそしてリング上パワーボームカウント、いや危ない、ほとんど決まってたね、ほとんどレフリーの手がもうリングになってスレスレをかすりました。あーしかし北斗が、北斗が読み上げたが、しかしこれを食ってしまったら今日があっと危ないが、ツンネのところで弾んで立っちゃうところが好きですね、すごいですね、あっとこれもトリッキーで首を回るのくなる、いやー一瞬の、ま、固め技、一発逆転を狙った強固でしたけれども、カウント惜しくも2、ボディスラムからどうでしょう、ポンポンと飛んでダイビングエルボー、しかし飛ばさせない、いやあざが出てきてしまった、そこで止められちゃうっていうのはちょっとね辛いですね、いやお客さんも当然期待していたんでしょうけれども、あざこれもかわした、もうこうやすやすとやすやすとね、はい、2つ技を決められない状況になってきましたね、今度こそいきますか、今度は誰にも邪魔されずに打った、あーカウント、あお互い得意技を出してきました。さあ今度は北斗だ、北斗がトップを食らう、あーしかし大丈夫さ、まともにいっては一筋縄でいかないこのアジャブル、わっとバックを取ったが、ブルとアジャが一緒にリングの中にいるともうどうしようもないですね、あーっとセカンドロングからダイビングボディープレス、これはもう返せないか、うん、カウント2、やはりしぶといと北斗も、今度はじゃあ何をするんでしょう、流れ式のあーっと危ないぞ、あこれはうまく返して丸め込んだが、そうですね、この技はジャパングランプリであれですか、アジア選手もね勝ったことになりました、そうですけどね、アジア君はねボールを取ったというあれですけれども、回転エビですけど落ち方はパワーボンみたいなもんですよね、あいつそうでしたね、あそこから落ちたらセカンドロープ足をかけてるところから落ちるわけですね、アジアの方はダメージは大増ですけれども、はい、ブルーアジャのカットのタイミングとかいいですね、かなり連携が、うん、しかしこのまま速い、あーしかしスピードがパワーがスピードに勝ったという一瞬でしたけれども、この辺もうまいぞ、しかしテクニックがある強子監督、あーお互い、あーそう、あーあらけー崩れた感じで裏剣が入ってしまった、危ない、いや裏剣にももうヒットしましたね、これで大丈夫でしょうか、殺人フルコースに行ってしまうのか、ピロチートップもろに決まった、ピロチもう一発アジャが出ましたね、ダメ押しのダメ押しのダイビングエルボーは出せないでしょう、驚くほどの圧倒的な勝利を飾りました両選手に入ってもらいたいと思います、どうぞ、いや3日前の雪辱なったという感じですね、すごいって言ってんの、勝つって言ったろよ、勝っただろよ、文句あるか、いやもう文句はないです、
文句なしの勝利でしたね、はい、スカッと勝ちましたね。今日楽しかったです。楽しかった、はい、そういうコメントが出るっていうのはもう信じられませんが、見事な勝利でした。